このブレスもいいっす。はい、いいですね。この番組はキャラのスポンサーのセクションだ。ブレスボース。じゃあ皆さん、どうもこんにちは。アイスクリーム講師のデスノリさんも本当ですね。今日は、スペシャルゲストでございますが、生徒さんに来ていただいております。よろしくお願いします。緊張しないです。ただ本当にもう、一般通貨の気持ち、本当にすいません。そう対戦よろしくお願いします。対戦めっちゃ面白い。すいません。対戦よろしくお願いします。皆さん、太陽です。太陽すいません。いや、めっちゃ面白いです。いや、これなんでかっていうと、はい、まあ、最近はい、ね、愛さんもご存知いただいてるんですけど、はい、最近僕 VTuber さんを勉強させていただいていて、はい、で、愛さんすごく VTuber さん好きなんですよ、はいはい、で特にその中でも二次三次の箱推しなんですよね。はい、そうなんです。そうなんですよ、はい、箱推し箱箱推しなんで、はい、だからちょっと初めての試みなんですけども、はい、僕逆に、まあ、ちょっと知ってるぐらいにね、最近はなってきたと思うんですけども、まあ、まだまだ全然知らないですよ、はい。めちゃくちゃこの箱推しの、もう、愛さんからですね、はい、ちょっといろいろちょっと今日は吸収したいなって思ってて。ありがとうございます。そうなんです。せっかく生徒さんがね、僕ありがたいことにね、たくさんいらっしゃるんで、お呼びさせていただいて。はい、今日やっていく内容なんですけど、はい、愛さんがですね、おすすめな、はい、VTuber さんの歌ってみた、はい、をちょっと、僕がリアクションさせていただきたいと思ってます。はい、やった。やったーありがとうございます。多分僕が、はい、もう完全に初見であるという、はい、VTuber さんだし、まあ、歌ってみたいな動画ですよね、はい、をぜひちょっと今日チョイスして、はい、教えてくださいっていうのをお願いしてまして、はい、お名前、はい、をちょっと発表していただきたいんですけど、はい、今日どなたかご紹介いただけますか。はい、いないとこちゃんですね。名前だけ、はい、皆さんこうなんか、はい、コメント欄で僕あ、はいはい、もう本当にありがたい。ありがとうございます。本当にみんな教えてくださるんですけど、本当にそこもうそこで、うん、もう一緒に勉強して、あ、マジっすか。あ、それいいっすね。あ、一緒に勉強、こういう側面も、あ、尊いみたいな、あってあ、なるほど、はい、あ、なるほどってなるんですね。はい、感じ、はい、お宅の方から見ても、はい、ああなる、そうなるんですね。あ、そうだ、もう皆さんなんか専門分野が、あ、そういうことか。推しがそれぞれ、あ、違う、飛び交ってんですね、あそこで。飛び交ってます。情報戦になってんす。情報飛び交ってますね。もういっぱい情報が、オタク Wi-Fi が、あ、もう集結してて、もう大変なことになって、ありがたい。ありがたいですね。でもそうですよね。その密度が。あ、そうですね。あ、よかった。はい、じゃあなんか、そういう、こう、まあ、ある種交流の場じゃないですけど、なってるんであれば、すごい嬉しいんですけど、その中で僕もたまに拝見します。はい、乾いとこさんっていう名前。はい、今、これ名前見えてるんですけど、最近上がった、はい、歌ってみたの中で、はい、ダーリンという楽曲が、はいはい、結構新しめのやつで、ダーリン、ね、これはもうすでにもちろんお聞きになられた。はい、あ、そうですね。以前、ローレンさんも、これカバーされて、あ、そうなんですか。はい、で我らがローレンさん、はい、ローレンさん、あ、じゃあ割と VTuber さん界隈で歌われることのある。あ、そうですね、割と多い。へぇ、もともとボカロ P の方なんで。なるほど、詳しいんですよ。アイさん全部、はい、全部詳しいんですよ。全部じゃないです。レッスンの時もいろいろ教えてくださるんですけど。いやいや、とんでもないインターネットの人たちなんで、僕も結構そうなんですけど、イニシエのタね、フラッシュ倉庫とかからの時代。あ、そうですね。そうですよね。フラッシュずっと見てます。そういう。JavaScript。もう終了してますからね。Java。この間終了した JavaScript ね。時代でございますね。はい、フラッシュ倉庫。フラッシュ倉庫ね。あさってましたね。あさってましたね。いろいろと授業中にあさってましたね。あ、授業中、はい。あれね、ヒーロー扱いしてくれますから、皆さんね。なので、ちょっとこのダーリンをですね、はい、今日は聞いていきたいなと思っております。と、はい、いう感じでですね、とはいえ、今日、リー先生は不在なんでございますけれども、はい、心強い。いや心強いオタクがいるっていう、新しい回。そう、心強いオタク。だから、声のオタクと、激しめのオタクと、激しめの声オタクと、激しめの VTuber オタクがいるんで、はい、リー先生は今日いないですけど、そこの総数というか、はい、パワーの総数変わんないんで。あ、お力添えできたら、もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいです。はい、ありがとうございます。なのでですね、ぜひ、最後までご覧いただくとですね、はい、皆さんのオタクパワーもぐんぐん上昇するかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。劇玉作れ。
いいですね。いちいちいいですよ。ありがとう。いいですね。ボケの手数もね、多いのでね。いい感じでございますけれども、こんな感じで、このチャンネルではですね、日々発生関係の話とか、今日みたいなリアクション動画とか、アップロードさせていただいてますね。またチャンネル登録お済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。この時点でぜひ高評価もですね、押していただけると嬉しいです。っていう感じで、じゃあ、見ていきましょう。よし。これでじゃあ。あ、なんかあれですね、これ2分30秒ぐらいなんですね。あ、短い。手頃な感じですね。カラオケで自分で歌えた時に短けえなと思って短けえなっつってたくましいっすね短けえなクソっつって2回ぐらい歌えるぐらいの尺ですもんね。乾いとこさん、あ、ちなみにちょっとじゃあ聞く前になんですけど、はい、どういう人っていうか結構歌うまみたいな感じの人なんですか。あ、もっともっと本当に歌うまくて、はあ、はあははあ、はもう本当歌特化型、二次三次の中でも歌特化型、かっけえですね、歌特化型もう VTuber。 あ、そうなんですか。はい、なんかデビューした時から、あのデビューした時からもうずっと 歌で、はい、そう、こういう情報を知れるんですよ今日は。何にも知らねえからこいつは、はい、普段李先生とだと、はい、もう声のことしか分かんないんで声のことだったら誰よりも真相まで分かるんですけど、いや、その専門的な切り口からいかれるのが、うん、あ、みんな見たいんですよ。なるほど。いや、ありがたい。それは、はい、だから今日その側面とみんなが知ってるけど僕が知らない情報とかを愛さんづてで今日は知れるので、はい、めっちゃいいですね、はい、そっか。でデビューの時から割と歌特化で。そうですね、あの以前ソロライブで、おホロライブの星町水星ちゃん、あ、名前よく 見ますね、はい、ライブでゲストで呼ばれたりとか、仲良しでなさって、そうなんですか、されたりとかしてます。女性ですよね。女性ですね。あ、そうなんですね、はい、女性といえば僕と李先生がよく取り上げるのが、はい、あの松田島さんっていう方なんですけど、あ、そうです、ノルニス、あー、でそれも名前見ますね。お二人でよく皆さんコメントで教えてくださる。そうですよね。あ、そう、ノルニスの歌も素晴らしいです、ね、その二人が組んでるんですか、ノルニス。あ、そうですね。おお、やばそうですね、はい、でそのうちのお一人、乾、はい、とこさん、はい、歌特化型ということで非常に楽しみですね。じゃちょっと僕の印象から入っちゃうかもしれないですけど、はい、聞いていきますね、はい、よし、対戦よろしくお願いします。太陽です。太陽です。いきますよ。あ、なるほどね。音数少なめな感じですね。しっとりなのかな。おー、なるほど。おー、なるほど。あー、なるほどね。おー、おーね。あ、なんか思ったのと違いました。あ、本当ですか。あ、こういう感じ。はい、なんかそのノルニスの話で言うと、はい、町田さん系では全然あんまないっすね。あ、そうですね。なんだろう、ちまちゃんよりちょっと重たね。重いですよね、はい、そうなんですよ。アイさん耳いいんですよ。いい、耳がいいから、あのだからシャウトとかもめっちゃうまいんですけど、それですよね、本当に。あ、そうですね。声の専門家じゃないですよね。ないです。同じこと言おうと思ったんで。ああ、もともと声豚ではある。出た。幅広いんだよな。オタクなので。基本的に。基本的に。激しめの、基本的に激しめのオタク。オタクは、もめも激しめ選んじゃって。まあ、ノリスの話になっちゃって申し訳ないですけど、もちろんさん、ふわっとしてるイメージなんですよ、ですね、基本的には。はい、まあ、もちろん、その、重く歌う時もあるし、はい、あの、振り幅が魅力だと思うんですけど、ね、はい、今んとこ、この、トコさん、乾とこさん、結構この低めのところを、気だるく歌うような印象が。はい、ダウナーな歌い方が、ダウナーな歌い方、魅力的で、あ、持ち味なんすね。そうって言っていいかわかんないですけど、いやいやいや、はい、この曲だからっていうよりは、じゃあこれ歌い方がそうです、ね、そういうことなんですね。ダウナーですよ。たまらないですね。たまらないですね。たまらない。はい、うんうん、あ、このブレスもいいっすよ。あ、いいですね。こっから入るんすか。ああ、いいですね。こっからエッチですね。エッチですね、これね。あ、これいいっすね。いいですね。この、こっから始まってますもんね。あ、もうそれでもうご飯食べる。なくなりますね。ペース考えないと。はい。で、うんね。ここうまいなと思ったんですよ。はい。
で、さっきおっしゃってもらったダウナーな感じの中に、はいはい、なんだろうな、的確なリズム感というか、うん、ここなんですけど、はいはい、誰よりも、誰よりも、ここ一回止めてんすよね。あ、声を。はい、誰よりもこれむずいぞ、誰よりもってやってんですよ。誰よりもじゃないんですよね。誰よりここで一回喉絞ってんですよね。あえて喉絞ってて、喉の奥なんて閉めて、あ、そう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 っす。レッスン受けてくれてるんでわかるんで、こういうの任せてください。すいません。ほんとグッてやってるんですよ。ああ、そうですね。で、そのリズムを演出してるし、はい、そこの前もこう、ブレスでちゃんとこう、はい、音として音符作っててすごいっすね。へぇー。わかってるの、わかってるのはきっと私だけ。だって、ちょっとハスキーでちょっと声高い男性みたいな感じの声もしますもんね。この辺とか。そうですね。なんか。はい。はい、基本ちょっと比重を、まあ、ちょっと。下げ目というか。下げ目ではあると思いますけど。表情が見えますもんね。はい、誰よこういう。もうそれがあの魅力というかたまらない。へえ、切れ味、切れ味クールみたいな感じですね。あ、そうですね。なんか、はい、ほわほわだと思ったら、その町田さんとある種セットの部分もあるんだったら、はい、そうじゃないんですね。可愛いというよりは綺麗みたいな感じなんですね。長戸みたいな感じ。個人的に長戸。そういう、そうですね。切れ味系ですね。あ、切れ味、はい、そうですね。クールビューティーな。あ、クールビューティー。ああ、そういう感じだ、はい。だからこれ曲に合わせたっていうより、トコさんの歌い方にで選曲したみたいな感じですね。そう。逆だと思ったんですよ。はい。なんか、ダーリンっていう曲がこういう曲だから、はいはい、トコさんの引き出しの中のこういう歌い方を出してるんだと思ったんですけど、はい、多分トコさんが自分の色を分かっててこれを選曲したんだなっていうのがなんとなく今これを聞いて思ったっすね。そうなのかもしれない。お、ちょっとはっきりした、入りますね、さっきのニュアンスが。ここいいな。おわっ、おっ、サビだ。ただ、あの、もう、ニュアンスの付け方が、天才ですよね。天才ですね。天才ですね。なんか、あの、さっきおっしゃってもらった、はい、この比重低めはずっと残ってるっすね。ああ、なるほど。残った上で、サビだから張ってるし、はい、ちょっと音色は明るいっていうか、はい、まあ、専門的な話すと、ちょっと声帯をちゃんと入れてる。はい、地声をちゃんとパキッと強く言ってるんですけど、で、かといって喉も閉まってないような、すごいいい状態なんですけど、はい、比重が低い状態っていうのはずっと残ってますね。はい。おろ。あ、これ得意？これ得意だな。ここの前の。これ得意だな。この辺になんかちょっとヒントがある気がしてて。心はのところとか、心はここさっきの止めのニュアンスもあるし、はい、その後にかすかに泣きのエッジボイスみたいなのが入ってるんですよ、うんうん、心はみたいなニュアンスがまずここは入る。あ、エッジ、エッジですね。その後にわか、ここもわかの入るし、いいですね。で、わかってるのはきっと、なんか常にこれがちょっと入ってますね。私だけのとこもエッジにはなりきってないものの、うん、もう一個言ったらエッジになるよみたいなニュアンスがずっといる感じがあって、はい、こういう感じ得意なんですか結構。あ、そうですね。あ、そうなんだ、やっぱり結構入れて、もう、あ、のび太さんのエッジ最高ですね。いやー、なんかずっと泣く寸前みたいな感じの歌い方をこのローテンションの時はされるのかなっていう、僕今これ初見ですけど、そういう印象が今僕の中に入ってきましたね。割とじゃあそうなんでしょうね。ニュアンス、そうですね、割とですよね、はい、多いと思う。やっぱそうなんですね。からサビに入るんですけど、うん、やっぱちょっと低いんだよな。春が綺麗、ここもそうなんですよ。あー、はい、あーあーって入ってんですよ、はい、ちょっと泣き、これめっちゃ得意なんだろうなって思ったっすね、
似合ってますね、この曲。自分の曲にしてますね、これ。あ、そう、うん、マジで。はい、本当に、はい、ねえ、これ入るな、一回止めるやつ。リズム感いいよ。いや、マジでリズムいいっすね、はい、リズムいいっすね、はい、いやでも、うん、本当に二次三次の人みんなリズム感が、歌うまい人はみんな本当にある感じは。そうですよね、はい、とんでもねえ訓練してんのかもしれないですね、二次三次内で軍隊みたいなビリーズブートキャンプみたいなリズムのやつあんのかもしれないですよ、うん、くぐり抜けてるんでしょうね、歌うま連合あれあるんですか？ないですねあるのかと思った。でもコラボとかはよくされてるんで、まあ、はい、あ、みんながみんなが、はい、あ、そっか、渡来さんとも歌みたい出してますし、それえぐいっすね。 あ、なんかそれめっちゃ聞きたいな。なんかですよね、なんかね、まあ渡来さん男性じゃないですか、で乾さん女性じゃないですか、はい、で、まあ、男女の違いはあれど、乾さんのそのレンジと渡来さんのレンジが噛み合った時の、うん、なんか化学反応がすげえ面白そうな。あ、はい、渡来さんちょっとこうレンジ高めなイメージなんで。そうですね、女性の低いと男性の高いでなんかこう、はい、いい意味でぐっちゃぐちゃになりそうな気がしてますね。あ、いいですね。ねえ、はい、よかったです。良き情報を、はい、ありがとうございます。リズムいいわ、ブレスもだし止めるし、うん、あー、いいな。うわ、なるほど、転調するんだな。なんか歯切れいいっすね、乾さんの歌って。あ、はい、スピードが速いな、うん、息のスピードが結構速いな。あ、うん、なんかまったりはあんまり歌わないっすね。同じとこにあんまりとどまんない歌い方してますね。それこそその、うん、もう比較いっぱいして申し訳ないですけど、町田さんは結構スピーディーなこともあれば、はい、ふわっと歌うこともあるんですけど、はい、やっぱ切れ味がいいんだと思うんですよね、うん、あ、切れ味は、はい、多分そんな感じですよ ね、 感じます ね、 すね。ビブラートとかもあんまダラッダラしてないっていうか、あ、なるほど、ダーリーみたいな感じで、うん、逃がして終わってるっていうか、あ、はい、あ、それは感じます、ね、ずっとこう一過性の歌い方をしてるような感じがめちゃめちゃある感じします。サビ聴いてて特にそんな感じします、うん、こことかね、あ、はい、これで終わるじゃないですか、うんうん、まあそういう曲なんでしょうけど、それでもスピード感じますよね、はい、うん、天井、おお、おお、おお、あ、出た、これ、これ好きっすね、あ、はい、やっぱり、はい、あ、なんかロック歌姫みたいな感じすんな。おー、なんかわかんないですけど、なんか安室ちゃんみたいな、わかんないですけど、おー、なんか雰囲気と、はい、あ、でも合いますね。なんかそんな感じします、はい、なんか転調後の方が、はい、転調後これファルセット使うのやめたような感じしますね、なんかね。ああ、ファルやめましたね、はい、そのまま上がって、そうっす。で、それもあって、はい、そう今おっしゃってもらった通り、はい、全部今これ地声でっていうか、はい、まあ専門的な話をするとミックスボイスっていうポジションに変えてるんですけども、はい、まあ転調して、あの音程が上がってるのもあるんですけど、あのポジションをちょっと上げてますね、これね、うん、そのもうそこのまでのサビ、普通のサビ2回あるじゃないですか、はい、その時はさっきあの僕も言った通りで、そのポジションか、はい、ちょっと低めっていうか、はい、乾さんの得意なとこで言ってる感じ、あのなんですけど、この転調後ちょっとこう 5% ぐらいですけど、はい、ちょっとポジションごと上がってますね。音程ごと上がってるのももちろんあるんですけど、それ以上にポジション自体がちょっと上がってて、若干明るめな音色になってて、おもろいっすね、比較的。この辺とかね、この辺
とか明るくないですか、なんか。そうですね。ね、はい、さすが。さすがでございます。はい、まあもちろん音程もあるんですけど、はい、ポジションごと上げて、全部その、ポジションの高さで、はい、あの、ミックスボイスで繋げていけるようにしてるような。はい、盛り上がってきました。盛り上がってきましたね。盛り上がってまいりました。ラスサビで。はい、ねえ。そうね。かっけえな。かっけえ。へえ。面白い。かっこいい。やったー。ダーリンのリンの言い方が。ああ、そこが刺さるんですね。はい。レン、なんか、ダーリンって言ってないですよね。ワンって言って。わかります。あ、なんか、思ったのと違ったっていうか、はいはい、切れ味抜群の、ロック歌姫っていう感じでしたね。そういう印象で合ってます？あ、ロックはそんなに、印象はないですけど。あ、なるほど。力強い感じが。力強いありますね。かっこいいっすね。かっこいい。はい。かっこいい系。歌はすごくかっこいいですね。ですよね。はい、あの、うんうん、ちまちゃんと一緒に歌った時のその相性も本当に素晴らしい、ね。ああ、そこマリアージュしますよね。あ、本当に、はい。どう担当するんですか。担当ぶつかり合うのか。ぶつかり合うのか、そのいい意味で。二人とも音域やっぱ広いところで。むちゃくちゃ多分。はい、二人ともやろうと思えば全部できちゃうと思うんで、はいはい、そこを活かして全力で戦わせるのか、はい、それとも得意なとこでこう交差してお互いのあれを埋めるのかみたいな。交差しつつお互いの良さ出しつつ、うん、やばみたいな。一番強いじゃないですか。僕の考えた最強のやつじゃないですか。ちまちゃんの方が若干あのポジション高いですけど。高いですよね。確かに。でも両方二人多分いけるんで、そこはうまく交差しながら。声の専門家じゃないですよ、ね。全然違います。めちゃくちゃ詳しいですけど。全然違いますよ。すげえ、はい。それ聞いてみたいな。はい、っていうことでですね、愛さん、ご紹介に預かりました、はい、乾いとこさん、はい、初めて初見で拝見したんですけど、はい、またなんか新種を見つけた感じがしました、ね。あ、本当ですか。よかった。新しい、なんか。あ、それはよかった。いやいやいや、勉強になりました、はい。あ、ありがとうございます。し、なんかいろんな情報も教えていただいて。ありがとうございます。いや、大変勉強になった。え、回でございました、はい。ありがとうございました、ね。ありがとうございます。はい、この後ちょっとサブチャンネル用でなんかいろいろまた、はい、あの、いろいろ勉強させていただきたいと思っておりますので、はい、引き続き、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日の動画良かったよという方ですね、今日の試み良かったよという方、ぜひ、あの、グッドボタンと、あと、チャンネル登録お済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノイさんの方がお送りいたしました。あと、生徒さんの、愛さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。